どうも皆さん、朝霧楓です。今回の動画はですね、私が約1年間貯めたコーラ貯金箱がね、いっぱいになったんで、いくら貯まったのか見ていきたいと思います。で、動画の冒頭でもわかる通り、10円玉オンリーでね、いっぱいにしてます。いやーね、100円や500円で貯金しろよ買いとってね、皆さん思われるかもしれないんですけど、塵も積もればなんとやらですよ。それにね、10円玉ってストレスなくね、貯めることができるんで、貯金にはもってこいの効果だと僕思うんですよね。100円とかね、500円って財布にあるとね、僕の場合使っちゃうんですよね。この貯金箱もいつの間にかね、満タンになってたぐらいなんでね、10円玉貯金、皆さんもね、ぜひやってみてください。正確なね、期間がわからないので、約1年間貯めたということに今回はしたいと思います。もちろんね、貯まったこのお金はチャンネルの運営資金にしたいと思うんで、皆さんグッズ紹介ね、楽しみにしていただければと思います。はい、ということでね、早速この貯金箱開けてみたいと思います。一応ね、満タンになってるよっていう確認だけね、したいと思います。はい、もうね、入らないです、10円玉。それではね、開けていきます。3、2、1。はい、すべてね、10円玉出し終わりました。結構な量あるんじゃないでしょうかね。はい、早速ね、こちらの10円玉の数をね、数えていくらになったのか見ていきたいと思います。
はい、ということでですね、すべての10円玉数え終えることができました。気になる結果は15,510円でした。いやね、1万円超えましたよ皆さん。結構なね、大金になったんじゃないかな、うん、まあね、これが100円だったらね、もうちょっとね、すごい額いったと思うんだけど、まあ10円ということでね、1万円超えれば同じじゃないかな、うん、これ持ってね、早速夏コミ参加していきたいと思います。はい、そんな感じでね、10円玉貯金してみたら15,510円貯まったということにね、なりましたね。はい、僕のチャンネルがね、少しでもいいと思った方はグッドとね、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。カイトでした。また次のね、動画も見てくれると嬉しいです。さよなら。